はい、えおはようございます。即可塾の久保です。えー、今日はね、日本人足引っ張り合うの図ということでね、何点か解説していこうかと思います。今、Facebook のタイムライン見てると、あの、弁当の予約注文をしといて取りに来ないみたいな方がいるそうですよね。で、あとはね、居酒屋とかに今回パーティーをするんで、30人で予約お願いしますとか言って行かないみたいなね、こういう方がいるみたいです。えー、これはね、あの、わざとやる方もね、残念ながらいらっしゃったりとか、 もう事故でねしょうがなくそうなる方もいると思うんですよどちらにしても注文した以上はやっぱり責任を取らないといけないかなと思いますというのが相手の方はね来てくれることを期待してものすごく準備をして少しでもいいサービスができるように心を尽くしてくださってるんですよねそれこそ10人単位で動いて受け入れる体制を取ってくださると思うんですよでそういうところにいたずらとかねそれからまあ事故もあるかもしれませんけども 予約しして人を働かかかたのににそこに行かないとかね弁償もしないっていうのはどういう行為かなっていうふうに皆さんもね感じられると思うんですよでそれに対してこんなことがありましたっていうふうにまあねインターネットとかで書いたりとかねテレビで紹介されるとなんてやつだみたいな感じでもう誰かは分かんないけども叩きまくるというかねそれも足の引っ張り合いだと思うんですよねまあそううて言えば人に迷惑をかけようというね。 こう意図があるにしろないにしろ結果的に迷惑がかかったことに対して知らぬ存ぜるのを決め込んでもちろん金銭的な弁償もしないと要するに日本人が日本人がというね日本に住む人が日本に住んでる人をものすごく苦しめてるということなんですよこれがだから足引っ張りのよく皆さんが目にする例かなと思いますえそしてですね交通事故もありますよね、えー、非常に痛ましい事件でありまして、まあ、人が、ね、お亡くなりになったりするような交通事故,事故とかがあります特に高齢者の方が最近はクローズアップされて 高齢者の運転でお亡くなりになった方がいますよとかねそういうのであのもう老人に運転させるなみたいな方もいらっしゃると思いますけどもでもこれもですね、うん、事故っていうのは起こしたくて恋で起こす人っていないわけですよ。 事故っってての起きてしままたんんですすよねもちろん原因はいろいろあります運転する自信がないのに健康上の問題があるのにハンドルを握ってしまったとかねそれからちょっとした脇見とか集中力の低下とかで事故が起きてしまったっていろいろあるってその被害者の方にはものすごく痛ましいことでありますしねかといって加害者の方も殺してやったぜやったぜみたいなね事故を起こしちゃったぜって喜んでるわけじゃないんですよものすごく両親の過酷に苛まれて特に高齢者の方っていうのは おお子ささんんとかお孫さんっていうね、えー、人間のつながり家族のつながりって大きいわけなんですよそういうふうな身内に対しての儲けな申し訳なさもあると思いますしあのなんかよくね上級国民だから罰せられないみたいなことを言うという人がいますけどもあのはっきり言って罰せられた方がねね精神的には楽だと思うんですよ、ねえー、あの罰せられないからやったいえーイ上級国民だぜって喜んでるような加害者の事故の加害者なんてなかなかいないと思うんですけどもそこに追い打ちをかけるように。 牢屋にぶち込めとかね厳、えー、罰を処すみたいな感じでね、あのーまあ、騒ぎ立てる方もいらっしゃいますいろんな声があっても仕方がないんですけどもこれもだから足を引っ張り合っていることかなと私たちはあの一部ねあの容認できないかもしれませんけども法治国家に住んでますからいいにつけ悪いにつけそこに差別があり、えーまあ、上級国民という分類があるにしろそれはねやっぱり私たち個人でどうかできないんで。あの もちろん私が当事者になったらそんなこと考えてらんないと思いますよ自分がその当事者でないからこれ言えることだと思いますで同じようにね当事者じゃないからすごく乱暴なことを言える人もいると思うんですよねうんまあいろいろとね複雑なところがあると思いますけどもビジネスにしてもそうですけどもうまく結果が出ない時に必ず人のせいにしますよね会社の指示が悪いとかお客さんの対応が悪かったとかね天気が悪かったとかね雨だったから売れなかったとかね めちゃくちゃですよねうん、そうではないんですよそういうのも全部込み不確定要素も全部込みで自分がどういう風うに計算して、えー、最適解を求めていくかってことが全て自分から起きてることだと思うんですよ全員ね どなたもどんな人も圧倒的有利な状況を望みますけどもそうではないわけですよだからそこに戦略とか知略が必要になってくるんですよねだからそこにどういうふうに考えていけばいいかっていうふうな自分の脳を使う必要性が出てくるんですよやったことが全部うまくいくんだったらもう私たち個人的なね勉強とか経験とか知恵とか知識っていらないわけなんですようんでもそうではないと全ての状況において不確定要素があって世の中には悪意もあるし 偶発的な事故もあるし感情的には抑えきれないような本当に悲惨なこともあるっていうのを込みで生きていかなくてはならない時にどういうふうにねリスクヘッジをしていくかとかねそれから自分の求めない回答えが出てきた時にそれをどういうふうに紹介していくかっていうふうなそういうふうなところがねかなり求められているのかなと思いますはいでは動画をまとめますけども足の引っ張り合いをしてお互いに沈んでいくだけなんですよ そういう時こそ足を引っ張り合うんではなくて何かで協力できることはないかなって考えていくのはどうかなと思うんですよ。うん、で、えー、っとね、ちょっと特定の事件を指しては言いにくいんですけども、えある方、高齢者の方が事故を起こしてね、で、えー、逮捕されないとか、起訴されないみたいな書類送検だけみたいなこともあります。うん、それに対して我々が、ね、何を考えるかなんですけども、この老人、事故を起こした老人を 牢屋にど罰していこうっていう,ふうに考える方もいると思いますし1つの考え方としてそういう,ふうな高齢者であって事故を起こしてしまった方と、うん、その当事者たる被害者の方ね被害者遺族の方これ難しいと思いますけど難しいいと思いますが1つの考え方としてこの2つが両者がですね一緒に事故を起こしちゃダメですよってこんな悲惨なことになりますよっていうのを2人で訴えかけていく旅をするっていうのはどうかなって私は思うんですよ。 もちろんこれ感情的に無理な部分があると思いますけどもそういうふうに考える方ってどっかにいないかなとも思うんですよ苦しいと思いますけども加害者というかね事故を起こされた方とあの事故をね起こされてしまった方が一緒に講演して回るっていうのはもしかしたらねあのこの事故を起こしてしまった当事者にしてみてはすごく不幸なことですけどもその不幸なことがあるからこそそれ以降のね啓発活動によって 潜在的なな事故っていうのは排除でできるかもしれないんですよそうなると人間の生命っていうのは数では測れませんけども数人の方が亡くなった事故をねものすごく重く取り上げてそれを大きく発表することによってそれ以降ねあ,ああいう事故が起きたら本当に気の毒だなだからちょっと自分はもうね年を取っちゃったんで運転するのを控えようかなっていう考えに働いていったりとかメーカーさんは。 こういうい事故が起きるんで自動車の性能をもっとと上げたりとかね自動運転車にしてもう人が来たらもうね止まるみたいな機能をつけようかなっていうふうな動きが加速するんではないかなと思うんですよ。結局憎しみ合いとかあ,、まあね、あいつを吊るし上げろみたいなことでは何も進まないのかなと思っちゃうんですけども皆さんいかがお感じでしょうか、えー、世の中にはね本当割り切れない事故があってそれを感情論ではね本当怒りや悲しみってものになりますけどもどっかでその感情論とは別に うーんまあ、ロジカルにね、えー、もう二度と起きないように起きるとしても起きる可能性を減らすように当事者たる方とかねそれを取り囲む方が、うん、次世代へのプレゼントの気持ちでね、えー、取り組んでいくことっていうのは何かできるんではないかなと思いますそうなった時に本当に事故で、えー、亡くなられた方事故でね悲惨な目に遭われた方加害者の方も含めて 無駄にしないってことが始まるんじゃないかなと思うんですけどもね。どうですかね。やっぱでも怖いですね。もう私はね、運転をしない方がいいのかなと思います。車は単なるインテリア <laughs> で、もういち早くね、あのも、ー、う、まあ、はい、本当に1日も早くね、自動運転車と人間が運転して起こす事故をやっぱり AI の方が少ないわけですからね。うん、まあでもね、あのー。 車に限らず事故って食品でも起きますしね、えー、自宅でも起きますしね何に関しても事故っていうのは可能性があるんで個人個人のリスクヘッジっていうのは不可欠なのかなと思っちゃいますけどねはいアップロードが終わったみたいなんでじゃあ以上でございます失礼します